どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、来ました。とうとう来ました。尾崎豊さんの卒業。あの曲を、このちっちゃいウクレレで、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、簡単バージョン。後半は、かっこいいバージョン。ちょっとこのリズムがですね、ちょっと特徴がありまして、3連のリズムになってまして、まあ、その辺の後で改善しますんでね、これちょっと楽しんで、やってみてください。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲が、憧れの曲が、青春の頃の思い出の曲、そういう思い入れのある曲をカラオケで歌う CD 聴くのもいいんですけどね、楽器と一緒に弾き語るっていうのはこれも最高でございまして、ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。とは言っても楽器が苦手だなとか、私もう音楽の才能ないよっていう、そんなあなた、ウクレレがありますよ。ウクレレが助けてくれます。ウクレレ弦が4本しかないし、押さえるとこも他の楽器に比べてもはるかに楽なんですよ。で、しかもちっちゃいでしょ。だからいつでも持ち運んで、もうすぐ近所に置いといて、いつでも触っていられると。これでまあもう本当にね、豊かな音楽がもう奏でられますから、もうぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どん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 音楽が楽しくできるようになります。はい。YouTube だったらいつでもどこでもね、洗濯機回している間のちょっとの時間でもスマホでささっとこうできるわけですから。はい。もうおすすめです。しかも無料ですからね。これはね、ぜひ皆さん体験してくださいね。よろしくお願いします。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここと1ページに、場所があるんで、そこにカッてクリックして飛んでもらって、そこから数字の1番からこう、動画を見ながらウクレレ触っていくだけで、あれ、今私もしかして弾けちゃってんじゃないのってなると思います。ぜひ皆さん行ってみてください。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってください。クリック！はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。そしたらですね、そこに行ったらですね、まあ、どんどんできるようになるっていうのはそうなんですけど、もうすでに私が今まで取りためた、アップロード してある動画700曲ぐらいあります。ありとあらゆる音楽。夏メロ、最新 J-POP、洋楽、演歌、ハワイアンから、アニメソングから、映画の曲。ほんとね、もう、あらゆるジャンルを網羅してますんで、さっきのこのリンク先の下の方にリストになってるんで、ぜひご覧になってください。さあ、それではゆっくりと、卒業。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー。分かり合えただろう。うんざりしながら
てたこと、この支配からの卒業。せーの、ダダン。はい、卒業、シンプル簡単バージョンやってみました。ご覧になっていただいて分かったように、ショートカットバージョンで1番のずっとやって1番サビまでというところをやりました。はい、全部やりたい方2番コード書いていってください。その時の参考になるようにこのノートを見ていただきたいと思います。まずこのイントロなんですけど、今のシンプル簡単バージョンはちょっとここシンプルに F と G7 だけでやったんですけど、ここ後でかっこいいバージョンでもやるんで解説しますと。はい。で、ここから歌が始まるわけですから、この曲はですね、なんと言いますか、こう言葉がもうずら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 こう、なんていう、いっぱいこう入ってくるんですよね。で、この言葉のタイミングを1個間違えるとすごくずれちゃうんで、この点を打って私は、こう、オシャの影地、バフのとか、こういう点でタイミングを測ってるんで、こういうのが参考になればと思って、一緒にもしよかったらメモってみてください。まずじゃあ、この辺をじゃあ、一時停止でメモってください。はい、いいです。まあ、テロップでも同じなんでね、ぜひ一緒に答え合わせしながらやってみてください。はい、じゃあ、この辺からかな。この辺がちょっとややこしいですね。ここはちょっと分析します。後で詳しく解説しますけどね。で、ここから一応サビですね。はい。で、ここサビの最後なんだけど、ここをですね、今シンプル簡単バージョンで F と G7 でやったんですけど、かっこいいバージョンでここをちゃんと、ででってやりたいところですか。はい。卒業。はい、ここも。バーって最後ちょっと溜めるんですね、C を。この辺ちょっと参考にしてくださいと。じゃあ出てくるコードを、解説します。今やったシンプル簡単バージョンは C と Am と F と Dm と G7。このコード5個でございます。コード5個。はい。で、かっこいいバージョンではほんと、ここのね、1回だけ D7 出てくるっていうか、まあこれほんと D7 って言わないんじゃないかっていう、一応こういうのが出てきますということで。まあこれ、でもこの、まあ5個6個のコードなんですけど、これはですね、いつも言ってるこれです。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループ。8個のガズレレではもう一番最初に覚えた方がいいよって言ってる8個の入門コードのグループでございます。はい。これはですね、まずウクレレ始めたら最初に覚えてください。特にガズレレで始めた方はこれがおすすめでございます。コードというのは本当星の数ほどあるんですけど、ウクレレにとって一番調子がいい、都合がいいっちゃえばあれなんですけど、一番扱いやすいコード8個のグループなんですよ。この8個のグループ、コードをマスターすると、いろんな曲ガズレレ YouTube と一緒にセッションできますから。まず最優先で覚えてみてください。以前この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく楽しく解説している動画、ここに貼っておきます。ここでマスターしてください。ガズレレ必須コードはもうこれはね、覚えてほうがいいですよ。その中の、6個なんで、まあ、簡単入門コードでできましたということになります。はい。じゃあ、ここから。かっこいいバージョンに入るんですけど、ちょっと今なんか細かく見るとですね、まあ、さっきもさ、このここ FFFG7 とかこういうのが結構多いんですけど、ここのまずイントロから解説いこうか。はい、伸ばして FCDm、 ここ決めで2拍3連って書いてありますね。ここはジャーンジャンジャンジャン溜めて G7。 ここはね、なんか原曲聞くと分かると思うんですけど、ちょっとやってみようかな。最初ジャンジャン、止めて G7 で伸ばす、こんな感じです。 F で伸ばすとか、うんダンダンダンジャンうんジャーン、ここ表現、まあ何回か一緒にやってもらうのがいいと思うんですけど、動画の中でもちょっとここ確認しておいてください。イントロちょっと、こういう決めが入りますということですね。で、曲の全体的なフレーズは雰囲気なんですけど、これ見てください。基本はね、これ三連のリズムなんですよ。三連のリズム見てください。黒はアクセントですね。白は弱く弾く。黒は強く弾くといいと思います。ダダダタタ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 タ。これがずっと繰り返されてるんで、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3連ですね。こんな感じ。で、これで全部やっちゃうと結構忙しいんですよ。なんで、ここにも書いたんですけど、基本はこのリズムですけど、すごくこれを抜くというかですね、こんなに全部弾かない方がかっこいいと思うんで、こんな感じがいいと思います。校舎の影、芝生の上吸い込まれる、こ
なんかこうふんわり三連音感じさせる、ちょん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 ってこうどっかでこう触れてる。なんで全部ダウンでいっちゃうとか、たまにアップも入ってる。ダダダ。こんな感じでふんわりとした三連、きっちり三連全部弾くって感じじゃなくてやってみようと思う。で、ちょっとあのフレーズが変わる前のところで、ダン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 ダダ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 ダとかここ盛り上げるところとか、それ動画の中でちょっとなんかその空気感をこう感じ取ってもらって、ご自分の演奏に当てはめてみるといいかなと思います。なのでこれ8ビートでも何でもなく、ただの ダウンとかまあそういう感じで三連の独特のバラードのある感じという弾き方を今からやろうと思うんですけれども、人によってはですねこれもおすすめです。見ててください。これ、これは3連のアルペジオっていう弾き方なんですけど、この弾き方もねすごく合います。なんですけどちょっと原曲を聞くとこのアルペジオの感じがあんまりちょっとしなかったんで、今の3連のアルペジオもこれ超おすすめですからね。なんでそうだな、3連のアルペジオでやってみたい方、ここに弾き方解説、リンク貼っておきます。これはですね、ウクレレでできるリズムのいろんな弾き方という私のホームページの1枚で、その中から3連のアルペジオという動画を探してもらって練習してもらうと、これ特化した動画になってます。そこでちょっとこの3連のアルペジオやってみてください。今回のデモ演奏はドゥンドゥンドゥンダウンスタードゥンドゥンダウンスター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 ドゥンダウン3連のダウン、ダウンというかストロークでやってみようと思います。この辺ですかね。で、さっきの決めの話に戻るんですけど、ここのサビに行く前のここがですね、ちょっとややこしいというか、ここ解説しますね。あとこの、ダッダッダッダーってここ書いてあります。ここテロップ内で入れるんですけど、ざわめく心のところ、ここはね、ちょっと、意識的にダッ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 とやりたい感じです。カッティングなのかな、うん。ダダダダ、はい、カッティングっていうのをここでピッ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 ってやるんですけど、さっきのリズムいろいろのところにもし分かんない方、カッティングのやり方、見といてください。そして、ここのさっきちょっとまた戻るんですけど、ここですね、ざわめく心ねのねなねのもはなな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 、このあとジンデンデン FG7Dm G7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 、 この書いてある通りに一個ずつ弾くって感じです。ここの G7 から一個ずつ G7G7G7FG7Dm G7G7、 ここら辺がちょっと一個ずつ表記になると思うんで、ちょっと注意して一個ずつ分析してみてください。で、今回一番大変っていうかキーポイントになるのはこの支配からのここですね。ここ、ここをちょっと見てください。FFAmFD7G7 止まるです。でん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 で、一個ずつ。FFAmFD7G7。でん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 。ちょっとやってみましょう。FFAmFD7G7 です。ちょっと早めにやってみますよ。一つだけ分かってたこと。支配からの FFAmFD7G7 です。もう一回。この支配からの、支配からの FFAmFD7G7 で止まる。卒業、バーンで終わる C、最後。最後の C は、ここにも、うん。バーって溜めるってことですね、これ。支配からの、うん、卒業ってなります。はい。全体的にはこれからやるかっこいいバージョンで、空気感を掴んでみてください。はい。そんなこと踏まえながら、じゃあ、卒業尾崎豊さんの卒業、かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。
に従うべきか考えていた。ざわめく心、俺にあるものは意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき、俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。窓ガラス壊して回った。逆らい続け、あがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で、許し合い一体何、分かり合えただろう。卒業。せーの、じゃじゃん。はい、尾崎豊さんの卒業、かっこいいバージョンやってましたけど、まあ、どことなくこう感じさせるこの三連の感覚、この辺がポイントになると思いますけど、全部弾いちゃうとまたちょっとね、じゃかましい感じがするんで、そのさじ加減がちょっと面白いかなと思うんですけど、さあ、今卒業シーズンですけどね、この卒業はちょっと意味違うからって感じですけど、まあまあ、今の時期にやるのがまたいいと思いました。はい。皆さんぜひこの熱い若者のソング、メッセージソングをやってみてください。ありがとうございます。さあ、ガズレレのいろんな最新情報、ご覧になってください。ご案内します。どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ。こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも、大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月、イベント行きます。3月30日、四日市。3月31日は、浜松行きまーす。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるので、よろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか。はい、こちらです。2019年9月1日、日比谷のヤオンデカズレレ。こちらですね。もう、始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当に詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、LINE アットで、最新情報ゲットしていただく。これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、もう全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていて、ボリューム5まであるんで、250曲ぐらいの歌本になってます。 CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と練習版の CD、 これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いします。あー、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレでもうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。